リどっちだよ。って知ってますか？知らない。あのさ、私たちさ、ずいぶん青鬼2やってなかったでしょ、うん、その間に元祖青鬼もできるようになったって知ってる？うん、知ってる。うん、コメントで前来てた気がする。それで、今度青鬼3も出るらしいよ。え？全然パパたちやってないじゃん。そう、追いつけてません。リアル青鬼はやったけどね。ヒーヒーヒーって最近リアル青鬼ばっかりやってたじゃん。確かに。それで青鬼3が出るから、なんか青鬼2に番外編として旅人編っていうのができたんだって。んー、というのは青鬼3は青い島に閉じ込められちゃったっていう話みたいなんだよね。なので今日は校長編はちょっと飛ばして。校長編だけだったよね。うん、なので今日は校長編を飛ばして旅人編をするよ。はい。ちょっとさ、追いついた気持ちにならないとさ、全然分かってないから。ポジション大事。置いてけぼりにされてるよ。見えるかな。姫ちゃんの奥君はあっちも見えるからね、モニター。あるかな、旅人編。大丈夫かな。それではせーの、ぽい。どうどう、ひろし、たけし、やすし、みか、きよし、たくろ、包丁。あ、ある。あ、序章。旅人編。その序章っていうのが3の序章っていい意味なんだよ。んなんかかぶってる布みたいなの、なのか。旅人っぽいね。うん、髪が長いのかどっち？羽織ってるよ。だってボタンあるもん、ここら辺。あ、そっか。おお、さすが。よく見てるね。では、いきますよ。はい。せーの、ポチ。せーの、ポチ。旅人、ここはどこだ？てん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 。そうか。確か航海中に荒波に飲まれて。なのにどうしてこんな場所に？記憶がない。外に出たら何か思い出すかもしれない。とりあえず外に出てみよう。あ、操作が久々。お、逃げ切れるのかしら。茶色い服着てる。旅人っぽく、なんかリュック背負ってた。そうだね。車椅子は錆びてて動きそうもない。点滴あるじゃん。点滴パックがある。青く濁っているようだ。青鬼になる点滴ってこと。わかんない。進むよ。セーブする。あ、だけど最初のさ、オープニングみたいなのさ、うん、いちいち飛ばすのめんどくさいからセーブしよう。はい。なんかもうパパやられるの前提じゃん。セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、いきますよ。うん、あ、うん、あ、え、足あ、絶対向こうの部屋さ、うん、いろいろな薬品が置かれているよ。飾ってきたの。こっち。でも入ろう。行くよ。痛くない。あ、びっくりした。今痛と思った。おいち。あ、何かある。勝ってる。うわ、久々。カッターを手に入れたよ。青津には置いておこう。なんか手術室みたい。うん、怖いね。ここで青鬼にするとか。いや。姫ちゃんのその発想力。あれ、カッター手に入れたよね。あのさ、点滴切れるんじゃない？いや、切れないでしょ。いや、点滴パックだったからさ、使うよ。点滴パックだったからさ、使うよ。うん。あ、カッターで点滴パックを切り裂いた。パパ、すごい。はい、今日のパパは冴えてます。はい。中から何か出てきたよ。診察室の鍵を手に入れた。なんかその鍵触りたくないんだけど。来ないよね。診察室ってどこ？どこなの？ああ、捕
こいつの？いった、ちょっと調べてみよう。心臓めっちゃトグトグいってる。骸骨が横たわっている。なんかよく見たらナース帽みたいなのかぶってる。うん、かぶってる。この骸骨にさ、よみがえるよみがえるほーれほーれってやるとよみがえるかな。いや、これナースアホにたまれた本物のこれ骨じゃないの。アホにたまれた。あ、何かあるぞ。もうそれ取ったらセーブしよう。はい、病室の鍵を手に入れたよ。あ、来たわこれ。早くセーブして。え、セーブ、あ、無理、ない、できない。え、なんでこれ。イベント来たよ。やば。せーの、はい、なんだこの青い馬が、こっちへ来な、あ、逃げて、あったった。え、これ、そっちダメだって。やばいんじゃねえか。早く、早くして、早く逃げて、早く逃げて。ほう、はい、外で、外で、あっちあっち、ブリッツじゃろ。ブリッツ、どういうことだ。オブ君、転がったら大丈夫か。久々の旅人はブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。惜しかったね。惜しかったけどパパさ、もう道に迷った。だってさ、左行くとさ、行き止まりじゃん。あ、右行けばいいのか。階段の方行けばよかった。そうだね。はい、コンティニューします。はい、行きますよ。カッチャ、セーブ、セーブ、あ、セーブだね。セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、行くよ。こっちは何もないの？あ、あ、バールを手に入れたよ。あ、セブセブ。え、うん、奥に何かあるって書いてなかった？ということはバールを使えってことか。そうだよね。あ、ここでは使えない。セブセブ、はい、セブします。はい、セブ完了。はい、行くよ。これを手に入れて来るぞ。なんだこの青い化け物は。行け、早く。せーの、ドン。おい、来るな。かやかや、ここここ、え、どっち。あ、なんか使ったし。あ、エイさんの、なんか使ったし。よかった。今の化け物は一体。セーブします。はい、あれ、どうなっているんだここは。早く逃げなければ。出口はどこだ。どうやってここに来たかを思い出せば。そうだ、浜辺で女の子が助けてくれて。思い出したぞ、あの子がここまで運んでくれたのか。そうだ、女の子が何か病室にメモを残していたのをかすかに覚えているぞ。一度病室に戻ろう。セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、え、何かあるの。中からメモを取り出した。ほう、何か書いてある。窓から見える隣のお屋敷に人がいないか見てきます。化け物が入ってこれないように施錠しておきます。安静に。窓から見える隣のお屋敷、窓、これ。はあ、びっくりした。すごい、お屋敷だ。ここに行ったの。病院の窓から見える廃墟の窓の外は暗く雨が降っている。人が住んでいるようには見えないが。その女の子はあのお屋敷に行ったの。そうかもね。あ、行ったね。今のお屋敷に人がいないか見てきますって。すぐ、え、大丈夫だよね、まだ。え、え、行きます。出て、出たらさ、来るでしょ、絶対。ねえ、へえ、セーブします。はい、セーブ完了。はい、来ない。どこ行けばいいの。こっち、1階、下降りてみて。2階、1階。あ、車椅子がある。錆びてて動きそうも。あ、青鬼の足跡が続いてるね。怖い、怖いね。でも、何もないじゃん。けど行くしかない。何かない。ここ、あ、さっき来たとこ。うん、本がたくさんある。そうだそうだ、このロッカーだよね、隠れるの。うん、姫ちゃんもこのロッカーに隠れて。あ、リアルなのに。あ、こ、
今動いたんじゃない人体模型よ。びっくりした。気のせいか。急に行かないでください。人体模型が置いてあるよ。腕が取れそうだ。取って、腕取って。ゲットとかないの？ねえ、アイテムじゃないのかな。あ、この本棚さ、上にひびがある。あ、椅子を。本当だ。よいしょよいしょよいしょ。あ、え、あ、こう壁にひびが入っているようだ。丸を使います。そう、せーの、ポチッ。バールで壁を叩き壊した。びっくりした。え、何？穴の中に入る、入らない。これ入るしかないでしょ。入るしかないよね。だけどセーブ。はい、入らない。うん、僕入らない。じゃあまずセーブします。うん、気持ち的には入らないでおいて、最初の部屋で施錠してじっとしてるのはいいんだけど、ゲーム的には入らないとね。そう。はい、セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、じゃあ入って。入りますよ。はい。お、何がある？ねえ、ボタン、あ、何今の。またいろんな薬品。両サイドにお部屋があるね。ありそうだね。何か、あ、書いてあるぞ。避難訓練について。避難順は患者かっこ重症から軽症、看護師、医師の順に。なんかこれヒントなんじゃない？かもね。3色のボタンがついた台座が置いているよ。あ、これ置いちゃ、何、座っちゃダメだこれ。あ、戻れない。じゃあまずはやばそうな色から押そうか。赤、赤色のボタン押した。はい、え、怖い。あ、いけた。どこどこ、え、階段逃げて。上登って、登って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 、早く早く、ママ、どこ、早く早く、ママ、どこ、ぐる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 、コンティニューします。はい、コンティニューしたよ。はい、入ります。もうこれさ、触らないでおこう。あー、やっぱり来るんだ。逃げるしかない。ここでセーブしようよ。え、だってさ、遠くなっちゃうじゃん。え、けど、もう来ない？来ないでしょ。え、私？よし、じゃあこの中に入ってセーブする？うん。よし、セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、まずは左の部屋。はい、青鬼、もういない。よし、また崩れる。え、不気味な骸骨だ。カタ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 、お、張り紙がある。何か書いてある。ナース服はきちんと着用しましょう。ここは看護師控室のようだ。ん？黄色？黄色の椅子が置かれている。ボタンと関係あるんじゃない、さっきの。うん、赤いぞ。さびて動きそうにない。張り紙ある。何か書いてある。待合室では静かにしましょう。ここは患者待合室のようだ。はい、赤だね。ということは赤が患者、黄色が看護師ってことだね。うん、あとは医師の色は、ぽ、これはダメだ。トイレ、あー、うっそ、これめちゃくちゃ出るんじゃないの。ひひひ、めっちゃ出るじゃん。今のさ、ロッカー隠れときはよかったのに。え、いなかったから。どういうことだ、ロッカーなんかなかったぞ。あったよ、こっか。よし、はあ、めちゃくちゃなんか出るんじゃないこれ。そうだ、ロッカーの位置もね、覚えておかないとね。うん、追いかけられるとさ、興奮のあまりさ、うん、もうそのまま通り過ぎちゃう。ほら、あるじゃん。本当だ。え、セーブ大丈夫でしょう。あ、青いよ、怖いよ。開けますよ、せーの、はい。あ、隠れれる場所だ。セーブした方がいいかな。え、あ、
洗面台がある。水が出そうな様子はなく、洗面台の中は汚れているようだ。怖いよ、開けますよ。花子さんか太郎くんか。でもトイレが3つないから大丈夫でしょ。え、そうなの？トイレの3番目に花子さんが出るっていうから。あ、そうなんだ。うん。へえ。じゃあセーブします。はいはい、セーブ完了。はい、じゃあこれ戻ればいいのか。びっくりした、骸骨だ。うん、なんかまた青に来そう。あ、青いよ。ここは？あ、青い椅子。うん、何か書いてある。担当医木村先生、ここは医師室のようだ。ということは赤が患者さんで、黄色が看護師、青が医師。え、入れるの？あ、人体模型が置いてある。腕なくない？さっきの右腕が取れそうだって、ここに入れるんじゃないの？うん。じゃあ、あのレバーを動かそう。はい、スイッチね。え、あ、そっかそっか、スイッチか。まずは赤。重症軽症って書いてたよね。ということはもう一度赤じゃない？うん。そして黄色、最後に青。ほら、はい、冴えてます。今日のパパ冴えてるよ。引き出しの開く音がした。どこあったっけ？引き出しって書いてた。うん、扉じゃなかった？あそこにあるじゃん。え、それ違うか。あ、ほんとだ。セーブだね。メスを手に入れた。あ、わかった。人体模型の、持ってくるんだ、左腕。チョッキー。あ、取れかけになってたやつ。そして今のところね、入れるんだね。ということはセーブだね、まずは。はい。はい、セーブ完了。はい。いくよ。あ、この人体模型、腕が取れそうだ。ここでメスを使うよ。はい。あ、思ったんだけど、ほら、まだ。え？バール？うん。あ、まだ持ってたね。うん、メスで人体模型の腕を切り取った。はぁ、おぉ、手に入れたぞ。これをなかったところに持っていくよ。はい、中に入る。来るなよ。ひぃ、ひぃ、来るなよ。よし、ここで使うんだ、きっと。はい、使うよ。うん、ほら、人体模型に腕をはめた。ん、何か落ちてきたぞ。空のペットボトルを手に入れた。え、これはもう前あったよね。水汲めってことでしょう。あ、トイレだ。トイレだ。トイレ出るかな、あれ。うん、出るかな。多分。まずセーブ。セーブでしょ。へ、はい。はい、セーブ完了。はい。うん、もう来そうだよね。水が出そうなとこないよね、ここないね。ここもないよね。あ、けど薬品とか入れるんじゃない？薬品が並んでるとか。あ、入って入って入って。あ、いけるっしょ。あ、いけるっしょっしょ。はい、しょしょっしょ。はい、しゃまた遠くまで行くのかと思ったよ。うん。あれ、ここ窓があるね。あ、ないぞ。洗面はないの？あるけどさ、これ水が出ないって。あ、ほんとだ。うん、なんでまだあるんだ、ここ。え、ん、何書いてあったよ。ひびが入っているということは、ボール、ぶっ壊す。いくよ。合ってるのかな？多分。せーの、ほい。お、バールで窓ガラス終わった。刺さりそう。ちょっと待って、青に来るんじゃないか。すごい音したね。外は雨が降っている。雨水？あ、これたまらない、たまらないか。雨水ペットボトルの中に。一回できそうだったらやってみて。3日ぐらいかかりそう。いや、そら、あ、使えたよ。あったよ。からのペットボトルに雨水を入れた。はい、雨水入りペットボトルを手に入れたよ。色が汚い。うん、あ、ほんとだ。それをどうする？まずセーブします。そうだね。セーブしよう。
はい、セーブ完了。はい。飲むんじゃないの？いや、飲めないでしょ。汚かったよ。飲もうとしてみるよ。あー、ここでは使う。あ、ここさ、汚れがあるとかなんか書いてあったぞ、ほら。あ、本当だ。洗面台の中は汚れてるよ。これで汚れ落とす？え、それはないでしょ。スポンジとかでしか取れないと思う。ほら。あ、雨水で汚れ落とした。はい。何が書いてる？数字。9365。さっき暗証番号のとこあったよ。せーの、みんなで覚えるよ。九。え？9365。9365。9365。せーの、5365。違う、9365。9365。答えます。せーの、ポチッとな。え、あれ、せーの、ポチッとな。あれ、ああ、おお、扉が開いたようだ。どこどこ？セーブ、セーブ、セーブ、セーブだね。うん、はい、セーブします。はい、セーブ完了。はい、じゃあ入って。うん、ああああ、うん、ちょっとボロいよ。え、どっち、これ右？うん、そこロックあるよ。あれ、タイヤのネジが緩んでいて動きそうもない。なんか錆びていてだったよね、今までは。うん、ということはネジが緩んでないと動くってことか。そうだね。それに乗って青鬼から逃げる。はい。え、そう。わかんない、わかんない。もう来そう、行くよ、もう来そう。ああ、なんか光ってるぞ。キラッとしてるね。あ、それ取ったら青鬼しそうな気がする。うん、ドライバーを手に入れた。うん、ああ、本当だ、ドライバーよ。今これトイレが怖いし汚いしと思って見てた。電源がつかないようだ。これは何かね、入力するんだよね。来るなよ。うん、来そうだよ。あ、来る。あ、来なかった。うん、来なかった。私ここで使います。ドライバーを使います。はい、これでしょ。よし。お、ドライバーで緩んでいるネジを締めた。うっ、車椅子が動いた。電動？電動車椅子か。え、何かあるぞって。電源コードを手に入れたよ。あ、さっきなんかテレビみたいなやつがあったからついてなかったから、それで刺すんだ。セーブしよっか。うん、はい、セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、さっきのさ、テレビみたいなやつつけたらさ、急にすら嵐になってザザーってなってから青に来たりとか。使うよ。え、怖い。どうだ、パソコンの電源をつけたよ。どうなる、どう、青ちゃん、ブルブル、青いよ。え、何か書いてある？あ、なんか数式、謎謎か。あ、わかった、左にない数字だ。ということは答えは2、3、4。え、8、2、3、4、8。パパすごい早っ。2、3、4、8。いくよ。おお、冴えてますよ。セーブ、セーブ、セーブ。そうだね、セーブします。はい、セーブ完了。はい、青銭がある。なんか赤かったから、どっち、赤い方行けってことだよね。あ、鍵がかかっているようだ。ということは右。あ、鍵がかかっている。あ、奥にも行ける。うん、いろんな薬品が置かれている。うわぁ、またトイレめっちゃ綺麗。なんか広くない？うん、あ、光ってるよ。様式になってる。あ、倉庫の鍵来るじゃない。うん、もうない。あ、なんか書いてある。基礎、基礎、怖いよ。書いてあるぞ。何か見える気もするが薄くてわからない。今さ、アイテムゲットしたからセーブしとく？そうだね。はい、セーブします。はい、はい、セーブ完了。はい、倉庫どっちだ、こっちっぽいよね。あー、おー、使った。あー、近い近い、逃げてした。近いよ、近いよ。ほー、なんか隠れるとこなかったっけ。ないない、隠れるところない。ほー、え、こっち合ってる？大丈夫だ。あ、まだ来てるじゃん。大丈夫、もう次に行けるでしょ。よし、おー、だいぶ戻ったね。うん、
じゃあ今の部屋まで戻るよ。はい。はい、戻ってきました。はい。入るよ。え、何これ。スイッチを押さない。え、押しちゃった。スイッチを押して、部屋を暗くしたよ。やめて、怖い。何？怖いよ、やばいよ。あ、え、暗くすると今の薄くて見えないって言ったのが分かるかもしれないよ。え、余計あれもう明るくできないぞ。あ、そうだそうだ、それでトイレに行ったらいいんじゃない。そう、何か見える？ほら、何か浮かび上がっているよ。なんだこれは。目とまつげ、うん、目を閉じてる。開ける閉じる開ける開ける閉じる開ける開ける開ける閉じる開けあ開けあ開けや開けやよし覚えた開けや開けやどういうことだこれ。3段になってるじゃん。上から開けて閉めて開けて、真ん中を開けて閉めて、で一番下を開ける。そうして真ん中を開けるってことじゃない。開け閉め開け開け閉めで下開け真ん中開け開けあ開けああよし、じゃあやってみよう。それで行くよ。開けけあ開けあで最後に開けるってことじゃない。ん？お、いいじゃん、冴えてますよ。本当。正面玄関の鍵を手に入れたよ。赤いところじゃん、絨毯。よし、これでなんとか病院から脱出できるぞ。出口急ごう。セーブしといた方がいいんじゃない？そうだね。します。はい、セーブ完了。はい。あ、消えた。なになに、くそ、また出たか化け物め。外に出ればこっちのもんだ。どうする、下行って右行って、こっち来い。お、早いじゃん。玄関の鍵作って。今の足の速さでさ、ずっと行けば青鬼に捕まらないで。でも来るよ。私は愛病院から逃げ出し必死に走りました。あ、病院か。やっぱり船の中かなと思ったんだけど、やっぱ病院だね。しかし、あ、断崖絶壁。あ、どうしよう、青に来るんじゃないの。私はそこで初めて分かったのです。この島が誰もいない廃墟の塊であり、今では化け物の巣窟となっているんだと。そしてもうどこにも逃げ場はないのだと。怖っ。わっ、アオニ3だって。カミングスーン。青い島だね。あの女の子はどうなったんだろう。そうだよね、助かるといいね。アオニ3プロローグ旅人編完。僕やった、とりあえず脱出したよ。うん、脱出大成功。大成功けど断崖絶壁。はい、今日はアオニ2の番外編、旅人編をしたよ。はい。アオニ3のどうなるか気になるね。うん、うん、久々にね、プレイするとね、手が動かないんだよね。あとなんかさ、旅人が言ってた、なんか女の子とか言ってたじゃん。そのなんか女の子編とかないのかな。アオニ3楽しみだね。うん、またね。今日3人とも茶色で旅人みたいだったよ。おーい、はい。